外出禁止令とは、騒乱への対応、治安上、軍事上の理由のため、または感染症による、エピデミックもしくはパンデミックを抑制あるいは、鎮静することを目的とする、集団権益戦略として、公権力の行使として行われる、都市当住民の移動の制限のこと。外出禁止令が発令されると、市民は、 羊の用を足すこと、もしくは必要不可欠と位置づけられる仕事に行くことを除き自宅から出ないよう求められる。また、企業は一部を除き休業、または在宅勤務をすることになる。騒乱への対応、治安上、軍事上の理由のために行われる場合は、通常、時間を指定する。エピデミックもしくはパンデミックを抑制あるいは、鎮静することを目的とする。 集団検疫戦略として行われる場合、北米では、ステイアットホームオーダー、東南アジアでは、ムーブメントコントロール、オーダーと呼ばれる。日本語の報道等では、2019、新型コロナウイルスによる感染症への対応のため世界各地の同様の行動制限について、外出禁止令もしくは、ロックダウンという用語が用いられているが、 あまり厳密な用語ではないため、どの程度の制限を伴う措置をどのような用語で呼んでいるかは個別に確認する必要がある。また、外出禁止令という日本語の代わりに自宅待機令が用いられることもある。日本の場合は憲法上の理由や法整備がされてないなどの理由により、外出禁止令を発令することは事実上不可能である。二0二0年一月、 中国の武漢市において2019新型コロナウイルスによる急性呼吸器疾患のアウトブレイクをコントロールすることを目的として中国政府が取った住民の移動制限措置についてロックダウンという用語がメディア及び世界保健機関によって使われた。またイタリア当局が同国北部について厳しい隔離命令を発令した時もメディアは同じく ロックダウンという用語を使った。その後、スペイン、フランスなど世界各国で同様の措置が取られた際も同じ用語が用いられた。このロックダウンという用語は公衆衛生の用語ではなく法的な用語でもないが、各国政府の措置について述べる報道用語として使われることが状態化している。この用語は多くの国々が同様の措置を取るようになるにつれて定義が揺れており、 当初の中国における厳しい移動制限よりも緩い制限についても用いられるようになってきた。一方で自分たちが取る措置は中国での厳しい措置とは違うということをはっきり印象づけるためにロックダウン以外の語を用いることも多い。英語でのロックダウンという用語は中国で行われたような当局が感染者を徹底的に捜索して強制的に隔離していく。 ことだという不正確なイメージにつながるとの懸念も示されており、特に北米での使用には注意が必要である。米国の多くの裁判所管轄区域では外出禁止令について家にいましょう、安全でいましょうという標語を使って呼びかけている。2020年3月、サンフランシスコベエリア当局が住民に対し COVID-19 のアウトブレイクを抑制するため、 自宅に泊まるようにという命令を出したときは、一時体比例という用語が用いられた。しかし、これが、銃撃犯が銃を持ったまま街に潜伏中ですので、安全が確認されるまでは、今いる建物から出ないでくださいといった状況で、用いられる、シェルター・インプレースという表現と同じであるため、住民の間に混乱を招いた。その後、カリフォルニア州でギャビン・ニューサム知事が、 米エリアを含む全州規模の命令を発令した際に外出禁止令という表現が用いられた。米国内の他の州も同様の全州を対象とする命令を発令する際にこの用語を採用した。ニューヨーク州のアンドリューク・オモ知事は記者会見において一時退避という用語を使うのは銃撃犯が潜伏中の場合や核戦争を早期させるとして 批判的な態度を明確にしている。アメリカ合衆国においては、ロックダウンという用語は緊急事態に際する場合に広く用いられている。ロックダウンでは、個々人が即座に身を隠したり、建物のドアというドアすべてに施錠したりといったことが必要になるほか、電灯を消したり窓から離れたりといったことも行われる。米国では、児童、生徒が日々の学校生活の中で、 ロックダウン訓練に参加している。また、ロックダウンは戒厳令をも早期させる用語で、人々は家から全く出ることができないと思い込んでしまいかねない。このように、米国の人々にとって、ロックダウンは感染症対策での市民の外出制限とはまるで違うことを意味する用語である。ため、感染症対策の場合は、別な用語を使うよう、留意が必要である。 全米各州、各軍で住民らに自宅に泊まるよう指示する命令を発令したときは、一時退避令、もしくは外出禁止令という表現が用いられていたが、自宅の出入りが完全にできなくなるのではなく、条件付きで可能であることから、これらの命令はロックダウンではないということが明確化されている。また、いくつかの裁判所の管轄区域では、外出禁止令と、 一時対比例の間には法的、もしくは実務的な違いがあるとの判断が示されている。ウィスコンシン州、シェボイガンにある児童遊園に設置された注意書き。州知事が発令した外出禁止令に基づき遊具を使用できないようにしてあり、違反者には罰則もあるといったことが書かれている。米国においては、合衆国憲法によって各州に 警察権が付与されており、各州政府が自州内でその権力を使うことができる。しかしながら、複数の州の間でのロックダウンを課すことについては、連邦政府にも、州政府にも明確な権限はない。外出禁止令の範囲、程度は一様ではない。外出が許可される羊の用途は何かについて、全州に適用可能な定義はなく、屋外活動のために、 家の外に出ることを許可しているケースもある。感染症対策による発令の場合は外出時にソーシャルディスタンシングのルールが適用されることが一般的である。必要不可欠と位置づけられるサービスには銀行、ガソリンスタンド、食料品店、薬局、レストランなどがある。より制限が厳格な地域では羊の用を足すために書類を持って出かけることが必要とされている。 ありがとうございます。